小江戸川越に行こうシリーズ、今回は南大塚から出発いたします。全面展望の区間は一駅だけ、本川越までなんですが、動画の後半部分には本川越駅の紹介などもついておりますので、最後までご視聴お願いいたします。西武新宿から続いてきた伏線区間は間もなく終了いたします。本川越直前からの単線区間の紹介については別の動画で説明しておりますので、そちらもぜひご参考にお願いいたします。前方には東武東上線が走ってますが、その手前には JR 川越線のガードがあります。 JR と東武のガードをくぐって踏切を渡れば終点の時の鐘と蔵の町本川越に到着いたします。快速急行の本川越行き、50何分だ、10時21分に西武新宿を出て、ただいまの時間が11時12分なので51分で、本川越に到着いたしました。折り返しまた急行として西武新宿に戻っていきます。この6線系ですけど、西武新宿線にはわずか2編成しかありません。それと
快速急行として運用される車両というのがランダムなので、6000系で運転されるというのはかなりレアなケースだそうです。今回所沢から本川越までの区間は初めて動画でご紹介させていただきますが、いかがでしたでしょうか。この後ですね、時の鐘、小江戸の街並みなどを、撮影しに行くんですが、その動画はまた、別途先に多分出すと思いますが、ぜひよろしくお願いいたします。本川越駅については確か年明け早々に、動画まだ私が編集できる前に、パッとね撮った動画がありまして、簡単にはご紹介しているんですが、このように、両サイドに電車が止まる真ん中に、特急専用のホームがございます。レッドアロー小江戸号西武新宿行きは必ずこの真ん中から発車するようになっておりますが、反対側もね一応乗り場はあるんです。ただもうこちら側のこちらから小江戸号は乗って、あちらは降車するわけでもなく、今はもう使われていないという状態です。おお、東京メトロの車両がね向こうに走ってました。でこの特急専用に使われているホームが、7両分の長さしかないんですね。このホームです。ちょうど向こうが車止めになっていて、ちょうど両サイドのホームより、有効長が、長さですね、長さが短いんです。この車両は8両編成、こちら6000系が10両編成、両サイドは10両編成まで対応しているんですが、真ん中のこのホームだけね、線路というか、それだけが7両分しか対応しておりません。で今この西武新宿線を走っている、小江戸号レッドアロー1万系ですね、それが、かなり、年数経っております。最終の12編成もね足回りから、全部新製の車両もねもう20年ほど経ってますんで、そういった意味でですね、レッドアローが、1万系が廃車された場合に、ラビュー西武池袋線で走っている001系についてはこの西武新宿線には投入しないということが、今の段階では言われてますので、本当にね1万系がその年数いってね、もしもうダメってなった時にこれどうするんですかね。そこが気がかりです。小江戸号の本川越駅の発着ホーム、ちょうど乗り場の反対側、現在あの乗り場として使われてない側で撮ってるんですが、ちょうどね西武新宿側の方はおそらく延伸は無理なんですよ。もし小江戸レッドアローがなくなってここにラビューを走らせるようであれば、車体の1両あたりの長さというのが20メーターほどなんですね。なのでこのホームを、もう少し切り込みをこう深くして、伸ばすぐらいはできるんじゃないかと。ただそこまでして、走らせる需要があるのかなというところです。実際レッドアロー小江戸号はもう平日の朝晩の通勤時間帯はねかなり混み合うんですけど、もう昼間の時間帯はもう悲惨なもんです。本当にね何か理由がないと乗らないですね僕も。はい、ということで、この乗り場について、ご案内させていただきました。本川越の駅を、電車を降りたらですね、改札は1箇所だけです。
時の鐘、あと小江戸の、まあ、蔵造りの街並みを見に行くときはこの改札を出て右側です。で、まあ、最近というか何年か前にできた、西口の出口、改札左側に行くとですね、まあ、以前は非常に苦情というかストレスが溜まっていた、東武東上線川越市駅とね、今歩いて5分ぐらいで行けるようになってます。ということで、改札出ます。本当はね、改札に、切符をね通すところを移したいところなんですが、人がねいらっしゃるので駅の中からはここまでにいたします。ということで本川越駅に到着いたしました。一時期ね、本川越駅っていう駅名とともに、福駅名っていうのかな、時の鐘と蔵の町というのも入っていたんですが、いつの間にかなくなっております。なんか残念ですね。あの車内放送でも本川越っていう前に、自動放送でもですよ、時の鐘と蔵の町っていう文言が入っていたんです。まあ浸透しなかったっていうのが一番の原因かとは思うんですが、まあ、それでもね長く使っていかないとね、それはちょっと残念だなと。まあ本川越観光地と言えるかどうかちょっと微妙なんですけど、ただ小江戸、その蔵造りの街並みや、時の鐘に行かれる際には、まあ、JR 川越かな、川越市かな、すいません、あと東武東上線の川越市に比べると本川越駅の方が近くにあります。で今回ですね、撮影に関しましては、またこちらフリー切符を使わせていただいております。視聴者様のね平沢さんから、プレゼントを前にしていただいたものでございます。ありがとうございます。またあの平沢さんもね、ご自身で YouTube チャンネル開設されておられますので、僕よりはもう全然こう鉄道系には詳しい方でいらっしゃいます。ぜひあの平沢さんのチャンネル、字出しときますんで、平沢健二、健康の健に、次の方で、検索していただいて、登録もぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、所沢からこの本川越まで西武新宿線の全面展望は今までご紹介しておりませんでしたので、その分も含めて、西武新宿線、始発西武新宿から本川越までの、全面展望を中心とした動画をお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございます。僕の動画のオープニングやエンディングで登場しておりますレッドアロークラシックラストランが2021年4月29日に決まりました。記念乗車券も3月29日から販売しているようでございます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価などぜひよろしくお願いいたします。